なんか今日の私の顔が魚みたい。魚魚魚。ここが広い。今日起きたらここが広くなってた。そう、昨日も公演2日間連続ありがとうございました。あの M 公演の、待ってよ、テロップ書こう。最初に M 公演のリハーサルでリセットやってたんですけど、その時にサビの1サビのところで筋肉痛が来て、あーって思ったけど、次の曲を踊ってるうちに筋肉痛が治っていきました。はい、シングルシングルズ。あ、レインボーの星、ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木っぱい。そう、今日はねチーム B2 リレー配信ということで、ちょっと、台本をスマホの中にありますので、ちょっと途切れながらだと思うんですけれども、台本を見ていきます。ちょっと一回バイバイします。立ての方がいいか、ちょっと立てにしますわ。タイトルコールがありました。はっはっはじゃないんですけどね、今手持ちなのでちょっと手が痛い。どっか置けないかな、これ。ここから失礼します。痛い、ぶつけた、痛い。手持ちますわ、すぐで。まずタイトルコールいきます。 NMB48 チーム B2 リレー配信、イエーイ。はい、チーム B2 リサこと坂本リサです。シンでもキューでもチーム B2 の坂本リサでございます。はい、この配信はチーム B2 メンバーがリレー形式で配信をつないでいき、毎回前回のね配信メンバーが、毎回メンバーがね、次に誰にオファーしたいかをね言ってくださいまして言ってくださいまして、はい、私はミヒナからつながってきたというわけでございます。はい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 、まあ、こんなもんですね。こんな感じですね。はい、まあそんなこんなもありまして、そうですね、いろいろとあるんですけども、そう、まあ最近ミヒナとは、まあ昨日一緒に公園出てですね、はい、一緒に公園ミヒナと出て、その前前日もミヒナと一緒に昼夜出て、でもね、リサヒ N と B2 離れ、次のねチームで N と B2 が離れちゃうという悲しい出来事もあったりするんですけれども、まあお互い、ま、私も N またぎたいなと思うのでね、新チームで、はい、そんなこともありまして、ですねそうミヒナから来たお題、何を言うんですか、何回もすいません。テーマがね、夏休みの予定と新チームについて意気込みとか、そういうところですね。あ、めちゃくちゃギフトをいただいてた、ありがとうございます。たくさん食べてどうぞ、いいね、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。そう、まあ同じレインボーの星、ありがとうございます。いろいろとね、まずは夏休みは、まず夏休みは今日プリント、英語のプリントを2枚してきた。えらい、はい、大拍手ですね。なんか予定っていう予定はないんですけど、なんだろう、でもなんか予定っていうか行きたいところが何個かあって、一つはユニバーに8期で行きたいなと思ってまして、その去年ミヒナとだけでね2人で行ったんですよ。そしたらミヒナが絶叫系乗れないから、私は乗らずにね、私はフライングダイナソーデビューを早くしたいんですよ。今までフライングダイナソーに乗ったことないから、だから、ちょっとマコとか多分絶叫系いけるじゃないですか。なんでその絶叫系いけるメンバーとあのユニバに行って絶叫していきたいなって思います。はい、それが一つ目で、二つ目はあのコナン館、鳥取県にね名探偵コナン館っていうのがあるんですけれども、それに行きたい。ずっと行けてない、ほんまにマジで1年で3、4回行ってたんですよ今まで。だけど NMB 入って鳥取っていうところに行くとしたら、結構ハックス泊まりたいじゃないですか。でもお泊まりとかの予定が立てにくいので行きたい行かせてくれ、ほんまに行きたい、ほんまにいいところやねん。田舎が好きなんですよ私、めっちゃね。だって住所も言えるもん、鳥取県、その
コナン館のだってコナン館のあれでしょ、コナン館北栄町だった気がする何まで覚えてんねんって感じですけど、鳥取県米子市やっけ、鳥取県米子市北栄町にねコナン館があるんですよそんなことはどうでもいいやって感じなんですけど、ほんまにほんまにそんぐらい、ほんまに住所覚えるぐらい好きなんですよ私は、町です、ほんまに好きで、ほんまに鳥取いいよコナン館ほんまに好きやね、行かせてくれと心から願っております。水木しげるロード、私も一回だけ行ったことある、あ、たくさんたくさんまたまた来てた、ハートハート、ペンライト、アイス、ラブレター、かき氷頑張った、アイス、たくさんたくさんありがとうございます、ありがとうございます、ほんまに行きたい、ほんまに行きたい、ほんまに行きたいね、ずっとほんまに行ってほしい、皆さんにもおすすめする。でもどうなんやろ、のコナン館っていうか青山剛昌さんっていう、ね、作者の方の館なので、なんていうの作者の方の、まあ、このコナン以外にも何個か漫画を描いてらして、その漫画のこともちょっとあるんですけれども、結構コナン、その青山剛昌さんの刃、黒金刃っていうね、刃っていう漫画もかわいい、ありがとうございます、刃っていうね漫画も描いてあるんですけど、私全部読みましたよ、刃っていう漫画とキッドと、あのマジックカイドっていうキッドが主人公のお話があるんですけれども、とコナンっていう3つの作品を主に書いていらしてなと、あと野球の漫画もね書いていらっしゃるんですけど、その3つの漫画のキャラクターが他の漫画のキャラクターに出たりするんですよ、もう胸熱はっはっは、やいば、そう鬼丸、そう鬼丸がね、鬼丸がね、やいばに鬼丸っていうキャラクターがおるんですけども、うん、そのいろいろと、そう、ほんまにマジック書いても続き、ほんまにマジック書いていいよ、アイスありがとうございます、かき氷ありがとうございます、ソフトクリームありがとうございます。私はアイスとシャーベットやったらシャーベット派です、はい、急にどうしたなんかクリームよりもシャーベットみたいにシャリシャリした方が好きなんですよ、なんていうの、ハーゲンダッツよりもサーティワン派っていうことです、っていうことですサーティワンが好き、ほんまに。ふわさんの池行きますか。なんか、おお、砂丘や、砂丘や、鳥取の話だから。砂丘じゃないかもしれないけど、砂浜、ありがとうございます。レインボーの星、ありがとうございます。まだ1回しか行ってないんですよ、映画。やばと思って。前回のハロウィンの花嫁2回行って、でもね、来年があるから私には。幸せすぎるな。来年がほんまに幸せなんですよ、私は。来年のために高校頑張るから。高校受験頑張る。来年受験に受かって晴れやかな気持ちで映画を見るを目標にして今生きてます。勉強しろ。だるまありがとうございます。だるまだるま。コナンハラスメントは後輩にはしてないけど同期にはしてるから行こうって言っていつもな言ってんねん。もうなんかたまにな暇があるときにな、コナン行かへん、コナン行かへんって言ってもな断られる。ちゃんとな、あのな、あれやで、明日空いてるとか言う時もな、コナン行きたいねんけど明日空いてるって言ってねんで、言ってねんで、なんかさ、明日空いてるって言われてさ、その何かによってさ返信変わるやん、その暇やでも行くといかんがあるやん。それで私はちゃんとあの明日空いてる、コナン行きたいねんけどって返信が返ってくる前にコナン行きたいねんけどっていうのをちゃんと言ってんねんで断られるっていうねはい、ハートありがとうございます。たくさんたくさん、だるまもありがとうございます。もうまあまあまあ、めちゃくちゃ B2 リレー配信から離れたお題になっているんですけれども、コナンはいいよ、ちょっとほんまにいいよ。今日はあの怪獣8号を読んでまして、来るまでに最新話が更新されてて、結構前やけど、今日じゃないけど更新されておりまして、読んでさ、ここで読んでたんですよ、さっき正座しながら、そしてこうやって読んでたんですよ。そしたらあの最後のページがすごくって、そこで倒れてた、はぁってなった、はぁってなってました、うん、そう、あやぴは押さえた上で他の方誘うねんで、何回でも言うから
でも彩香ちゃんが約束したのでね、やっといける。タコありがとうございます。またね。コナン好きなメンバーしてるけど、その先輩と後輩なんですよ。一個と言うてもその一個が私にはでかいんですよ。ジュンさんとレイポンを、レイポンと一回行こうって話をしたんですよ。行こうな、はい、終わりみたいな。私がね、みんなと行ったのはさ、神戸に遊びに行ったのはさ、レイポンが、あれは何、何、どっちから誘ったんやろ、どっちから誘ってああいう話の流れになったんやろ。レインボーの星ありがとうございます。ハートありがとうございます。え、ジュンさんとリュウも好きなんですか。え、マジ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 、ハートありがとうございます。マジマジ、え、初耳コナンだと思ってた、嬉しい。あやみちゃんがトリベス聞いてってね、ね、ねじゃねえよって感じなんですけど、最近私はツイッターでいいねっていうものを覚え始めて、4つぐらいままいいねしたんですよ。ツイート5つかな。ケイトさん1個、ケイトさん、あのカンコレ、そう、ケイトさんカンコレすごい。え、見に行きたいんですけど、どうやったら見に行けるんですかね。どうやったら見に行けるんやろ。え、めっちゃ見に行きたいんだけど、どうやって配信とかないん、カンコレって配信あるかな。分からんねんけど、うん、カンコレに見に行きたい。ケイトさんほんまに、はい。どうやって見に行けるんやろ、チケットとか取れへんかな。そのケイトさんのツイートにいいねを押したのと、他は全部通り部関係っていうね。いい加減にしろみたいな感じなんですけど、やっといいねというもの、あ、そう、最近ヘッダー変えました。あの8期のね、その写真の時、あのあれあるじゃないですか。あれあれなんですか、なんていうの、コンサート、次世代コンサートがの8期生のその写真を撮ってもらった時のオフショットみたいな感じで、みんながね、8位ってってるね、もうほんまにあの細いじゃないですか、このヘッダーって、ギリギリ、誰やっけな、みおちかな、みおち、さくらが一番顔下で、みおちが顔上やったんですよ。そこがをちょっとでもあれ動かしたら、どっちかの顔が見切れるんですよ。だからもうぴったし収まって完璧と思って。下がりすぎと上がりすぎでね、関係者席みたいな欲しいな。ねえ、今年の24時間で先輩にコナンを教える、コナンを教える、すごいな。なんかそう、公演最高、ありがとうございます、大拍手ありがとうございます。コナン、もういいですよ、いいですよ。よかった、今ほんま楽しい、私出ててほんま好きなんですよ、めっちゃ楽しい、 MC がやってて楽しいんですよ。なんかどうぞ、ありがとうございます、食べます、かき氷。なんかね、その何を言っても面白くしてくださるから、先輩がすごいね、何をしたら。ちょっとやっぱり私は純粋にボケるより純粋に頑張ろうと思います。ボケるのは B2 に抜けておきます。 M では支えられて、ちょっとボケる、自分からボケたってね、ダメだなと。声優目指してたの初めて知って、 MC 本も楽しかった、ありがとうございます。そう、なんかその私が声優さんを目指してるっていうのを先輩に伝わってたのがすごい嬉しくって、嬉しかった。嬉しかった、お姉ちゃんとか言ってね、お姉ちゃんとか言って、もうね、そう、なんかし、なんかね、 B2 とはまた違った顔を見せられるやないですか、やないですか。B2 でただダンスって感じの曲ないからさ、うん、ないから、表現はあってもダンスって感じの曲ないから、摩天楼とかめちゃくちゃ頑張った。摩天楼ね、すごいよ、私。ほんま踊れんかったんですよ。でも、初日の時に、そう、初日の時に、多分そのさ、ほんまに、もうリハの前から緊張しすぎてたから、多分先生もさ、緊張してんなーっていう目線で見られるわけじゃないですか。で、その初日の時に、そのリハの後に聞きに行ったら、
マテンローはのイントロチャラリラリラリラララララ、ほんまあそこが一番頑張ったんですよ練習。ゆきのにめっちゃ教えてもらいながら頑張って、なんかよかったよ。でどうでしたかって聞いたんですよ。不安やったから、その一人ですか、練習したことなかったからさ、まあ先輩と比べてどうやったんやなって思ったら、大丈夫ついていきてたって言われて、ついていけたそうです。私はよかった。チャリリリリリチャリリリリ。あ、そう、昨日はねラジオジオンさんラジオにねリサヒで出演させていただきまして、そうね、公園に来てた私たちは聞けないっていうねまさかのと思った。ラジオが入った時点で M さん決まってなかったんですよ。だからすごいびっくりした、はっと思って。だるまありがとうございます。アイスありがとうございます、ね、そうね、だからもし配信を見てる方いたら目も耳もリサヒみたいな人がいたかもしれない。リピート放送ありがとうございます、聞いていただけて嬉しい。今はね、最近また話変わりますけど、9期生の子たちがあれショールームバトル、ショールームバトル、なんか B チームにね分かれてショールーム配信をしてますので、ぜひぜひ皆さんここで星を稼いで投げてくださいなんかチームやからさ、全部に均等に星あげるか、メンバーの星って反映されへんという噂もあるので、私はとりあえず誰の配信もにも星を投げる予定はないんですけども、頑張ってほしいなって偉いな、みんな頑張れっていう気持ちでございます。私今まであれでしかないんですよね、オールナイトニッポンしか多分出たことないから。他にあるっけ、ない気がする。オールナイトニッポンしかでもないから、チーム戦ってどんなんやろな、加算される、すごいねすごいねぜひぜひ星をここで集めてね投げてください。そうカウントだけね、そう10連したらねあれらしいので、ちょっと倍率その10連したらの同じパン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 ダラララララったらね、10連したらなんか 2.5 倍やっけ、何倍かになるらしいので、ぜひぜひ皆さん10連しましょうそう、全然配信ゲスト呼ばれたら行きますよ。そうミヒナがレイポンに、あの昨日話してた時、ミヒナがなんかレイポンからアドバイスくださいみたいな、あ、こんな言っていいかな私が関係ないのに、レイポンはミヒナにアドバイスを求めたらしいですね。さすがミヒナもね、あそこ歩いたからね、ランウェイを 1.2 倍か、なるほどね、ありがとうございます。全然言われたら全然出ますよ、もちろん出ますよ。それで地獄の空気にならないと思うのであれば全然出たいっていう欲はもちろんあるよ、出たいっていう気持ちはもちろんとてつもなくあるけれどね、陰キャだからかき氷ありがとうございます。I'm from Indonesia、 あ、ヒーハイハヒーじゃないハイか、 I'm from Indonesia、 ヘイ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 今度ねあれですよね、美咲さんととかがインドネシア行ってらっしゃるから急に日本語喋れなくなったらどうしよう。ハートありがとうございます。あのこの前のね、そこのね9期生の部屋でのねことがあったのでね、私に声がかかる可能性は限りなく少ないかもしれないですけれども、全然声がかかったら出ますので、皆さんリサちゃんに声かけ、リサ先輩に声かけときなよって言っといて夏休みに暇してるからいつでも来るでって言っといて、皆さん9期生の子にうん、先輩誘えへん、だってでもそんな出てあげようかみたいな言えへんやんどうしよう、何、最近配信みんなやってるよねみたいな、ショールーム配信出てあげようかみたいな何やこいつ出てあげようかめっちゃおもろい出てあげようかめっちゃおもろい、いやリサヒーやったら、そうリサヒーやったらみんなのおかげで私も喋れるんで、リサヒーで呼んでいただけたら結構有能な仕事しますよリサだけやったらそんな、私はリサだけやったら結構そんなにいい仕事をしないけど、リサヒーやったらいい仕事ができるかなと思うので個人個人でね、私大変ですね
まあ、ではまあ、こんなこんなもありまして、そうですね、思い出しました。はい、夏休みの予定を話しまして、新チームについての話をさせていただきたいと思います。まず NMB2 分かりまして、8期生が結構 B2 に寄ったなっていうのは思うんですよ、同期が。N が3人、M が2人、B2 がもうそれ以外全員、光も合わせて。B2 になりまして、はい、はい。密になりまして、そうですね、いろいろと思うことがあるんですけれども、でもなんか同期がいることの安心感もあるし、何よりケイトさんと一緒のチームっていうのがなんか言うねんって感じなんですけど、一緒のチームっていうのも嬉しいし、どんな声になるんやろうなって、その自分で作り上げるその曲から、このメンバーがこうこうこういう感じのメンバーだからこういうチームにしようとかもできるし、私そう、同期なんかフレッシュやな、もうダンスか個性かフレッシュかって言ったら多分私めちゃくちゃフレッシュなんですよ、どちらかというどれかと言われると。だからうん、フレッシュに頑張っていきたいなと思うし、フレッシュにね、ケットさんと頑張ってね、昨日ね、そうほんまにラッキーってめっちゃ思った。私多分ケイト旅が、ケイトさんのね YouTube でケイト旅というのがあるんですけれども、ゲート旅が開設されてから M さんにまだ一回も出たことなくて、で出たいなって思うわけじゃないですか、ゲート旅出たいなって思うわけじゃないですか。でやっと来た、さあ M 公演、さあと思ったら、さあと思ってお題が先輩への質問、もうこれは言うしかないだろうと思って、もうこれはね、ゲートさんやね、ゲート旅をね言うしかないだろうと思いまして、はい、言わせていただきました。北海道行ってきます。ちょっとね、あそこでね、マジでほんまに真面目に北海道って答えちゃったけどね、なんかボケて南極とかロンドンとか言ったらよかったかな旅って言うかななんて言うかみたいな。そう、鳥取、あ、鳥取語が、そう、鳥取でもね、ちょっとね、ケイトさんへ来ないの愛を語ったらちょっときちょいので全然自分も今まできちょいけど、あと推しの方にはきちょいところをそんなに見てほしくないということで鳥取から出ます、出ます、出ます、いや、いいんですか、全然ぜひショールームしてますか。こんにちは、こんにちは、来てくれました。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。ショールームいつでも呼んでください。え、マジですか？本当にいいんですか？いつでも、夏休み暇人なので。17回出ないといけなくなりますよ、休憩。大変ですね。全員。みんな先輩に声かけられへんくて。そうです。8期は結構暇人だから、夏休みやったら。あ、本当ですか？みんないけるよ。ちょっと、勇気出すように言っておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。大拍手じゃね、大拍手じゃね、めっちゃ今暑いよふはははは、めっちゃめっちゃめっちゃ緊張したふーふーふー、めっちゃめっちゃ暑い、あー暑めっちゃ今ここに汗かいてる、あー緊張した、頑張った、大拍手ですよ、ちょっとすげえすげえ、頑張った、めっちゃ暑い絶対乾くなってた今、ほんまに、もうほんまに世界違う世界線やで、ほんまにいつでも出るんで8期全然暇なんでとか言ってね、勝手に全然暇じゃない子おるのに全然今アミとかめちゃくちゃ N の練習してるのに全然みんな暇やからとか言って偉そうに、みんな暇じゃないけど、私もでもね、夏休みっていうの、そう、みんな結構初期学生メンバー多いのでね、夏休みっていうのは強いですよね。でもあー頑張った、あー頑張った頑張ったまたね、他の誰かのところに出るかもしれないので、はいそんなこともありまして、チーム新チームということで、でもあれじゃないですか、つまり今の B2 に9期の子が全くことはないんですけれども、でも新しいチームだったら絶対に9期の方が新チーム B2 にまたぐということになるじゃないですか。だから教えない後輩やん、こう違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 う先輩やん、私若田に何回かナンバラを教えさせていただいた、教えたことがあるんですけれども、聞いていただけて、光栄なことに聞いていただけて、うん、折り面じゃないから、ほんまに
多分こうやと思うみたいな感じでしか言えんかったんですけど、でもほんまに最初からレッスンを受けてこの公演を作り出すメンバーとしていたい。惜しかった。ちょっとなんか、うん、頑張りたいなって。でもな、でもな、チーム B2 の中では一番後輩なのでね、後輩としてまだ生きつつも、ちょっとはなんか先輩みたいなことができたら嬉しいけど、まあ後輩らしく頑張っていきたいなって思うし、何より N にまたぎますっていうはい、意気込みです。イエイエイ。では、はい、ここってこれってさ、もう次のメンバー、はい、発表してていただいてですよね。ということで、はい、次のメンバーは、ゆなさんにお願いしたいと思います。パチ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 。お電話がね、なくなったということで、ゆなさんにお願いさせていただきました。イエイエイ。はい、前パクパク隊の隊長様でございますわ。何をお願いしようか、何を話してもらおうか。ゆなさんって次 M でしたっけ、 BN でしたっけ。そう、ゆなさんでございます。どうしようかな、なんか、何しようかな。なんかでもほんまに B2 ってさ、いつも一緒におるから、そんなね、いつも話してはるから、一緒に聞きたいこととね、こう言われましてもね。チーム M、 そう、あ、チーム M か、ありがとうございます。そっか、若菜さんと、そうですね、8期に一番最初にその最初8期生と一番最初に、多分そのちゃんと B2、 このさつきチーム B2 としてあったのが、一番7期さんと8期があったのは、あのオーディションなんですよ。8期だけレッスンがあって、あとレッスンが落とし穴と夢は逃げないだったんですけれども、まあ夢は逃げない、もともとねお披露目であったということで、マチキもやって、ナキさんもお披露目やったし、まあ覚えてるじゃないですか。でもともとその時点でナナキさんは落とし穴覚えてはって、で私が8期生が落とし穴を改めて先生に振り入れしてもらって、1週間もないくらいかな、4日ぐらいにオーディションがあってで初めてそこで8期生と7期さんがちゃん、なんていうんですか、その新進特別公演で会ってはいたんですけど、ちゃんと会って、うん、ドキドキしてたんですよドキドキしてたんですけれども、そんでありまして、そう、その時の印象と今まで、今なんて言ったらいいんだろう、もうその時の印象と今で変わったところは何ですかみたいな初めて8期生に会った時の印象と今までに変わったことはありますかにします。8期生と一緒に一番最初に会った時と今で変わで印象変わったなっていうところはありますかにします。はい、1個目。難しいね。あ、そうですね、あとはそうですね。じゃあ、どうしよう、なんか夏休みと新チームについてみんなから聞かれてるので違うことを聞いてみたいな。なんやろB2 公演で今もうすぐ組閣ではないですか。だからもう B2 公演もそのすぐ、まだ全然決まってないけど、もうあと1年半年もしないうちに千秋楽が来るということで、 B2 公演でここが見てほしい、こういうところを気をつけてるよみたいな、私の B2 公演はここが、こういうところが見どころだよみたいなところ、ポイントでお願いしたいと思います。大拍手、先輩を受け継ぐということでね。名探偵コナンについてどう思いますか全然ふーんって絶対言われるよふーんじゃないけど、私の印象は変わってると思う。私自身が変わったし、普通に印象とかいう以前に私自身がめっちゃ変わりました。最初ほんま話せなかったけど、全然最近は愛華さんとこの前鬼滅について語ってましたそう、ということでまとめました。ゆなさんに、次はゆなさんでして、ゆなさんへのお題は8期生、一番最初に8期生と会った時と印象は変わったことありますか、
2つ目が B2 公演でどういうところが見どころポイントですかにしたいと思います。イエーイ。はい、ということで何以外ですか、食べ物ゆなさんっぽいですね。確かになんと見つめ合ってたらしいのでそうです。なんかゆなさんの、ね、初印象は明るい人、めっちゃ明るい。なんかほんまに最初会った時からずっとなんか笑顔でおはようって言ってくださって、いい人やなって思いましたなんか笑顔やしめっちゃ面白い、結構めっちゃ面白い、裏でもめっちゃ面白いんですよ。なんかなんて言うんやろう、なんかとあためっちゃ面白い、ほんまに明るくて面白くて、ただそれ以上にやし、なんかさらっとすごいこと言うんですよ。なんか昨日公演の映像を全部見ちゃってみたいな、すごいこと言う。あ、そんなことそんで、なんて言うんですか、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、でもなんか明るくて元気やし、努力っていう努力なんていうの、なんかさらっと努力しはるのがすごいなって思います。そう頑張っ、なんかめっちゃ頑張って努力するって感じじゃなくて、さらっと努力しはるのがめっちゃかっこいいなって思います。はい、こんな感じ思います。ということで、そろそろね終わりに30分ほど経ちましたので、そろそろ終わりにしていきたいなと思います。はいはいではランキングを読ませていただきます。はい、立てたのでちょっと顔が見切れます。はい、13位の方ね、はるむさんありがとうございます。12位の方のはしのすけのすけさんありがとうございます。11位の方みのるさんありがとうございます。10位の方なおてありがとうございます。9位の方柳さんありがとうございます。8位の方夢に向かってさんありがとうございます。7位の方カロちゃんさんありがとうございます。6位の方神戸のクロさんありがとうございます。5位の方つらさんありがとうございます。4位の方ハットのおっさんさんありがとうございます。3位の方 KN さんありがとうございます。そして第2位シムさんありがとうございます。そして第1位は、ジンくんさん、昨日ありがとうございます。ありがとうございます。ということでリレー配信、次はゆなさんということで、はい、決め台詞を言ってね終わりだと思います。皆さんよろしく、イエーイ。私はね、ということでリレー配信ありがとうございました。また次はゆなさんのね配信ということで、いつか私が9期生のショールームに出るかもしれないです。はいイエイ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 ということで、はい、では次はゆなさんということで、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。